こんにちは、マリア賃貸の藤井です。住宅ローン払ってますか？はい、今日はですね、マリア賃貸15棟がですねリフォーム全部終わって、入居者さん入る直前ということなんで、最後にですねリフォーム終わったところをですね動画で撮影しようと思ってやってきました。はい、もう春になってますんで、何の花かちょっと分かんないけど、花がめっちゃ綺麗、花からの15と映えですね、これ。はい、ちょっと外観をちょっと先に撮っていきたいなと思います。オレンジのね、外壁にしてみたんですね。今までね、オレンジの外壁ってやったことなかったんで、ちょっと違う色にしてみようということで、斬新な奇抜な色にしてみよう、ちょっと奇抜な色にして、で軒天をですね、ちょっと見えるかな、これ水色にしてみたんですよ。こういうふうに、まあこれ賛否両論あると思いますけど、ちょっとやってみました。ですけどですね、このマリアージュ賃貸募集開始してからいきなり6件お問い合わせをいただきまして、次の日に入居者様がお決まりになるというですね、まあ、マリア賃貸はですね、結構そういうことも結構あったりするんですけども、やはりですね魅力的に思っていただけたんじゃないかなと思います。まあ、その時点でしかもリフォーム終わってないですからね、全然部屋の中わからない状況で、借りていただけたと大変ありがたいですね。外観はこのような形ですね。まあ、黒、白、オレンジ、水色を基調としてリフォームしてみました。はい、ちょっとね、ここ竹やぶがちょっと横にあるんで、葉っぱ問題がちょっとあるんですけど、まあ、そこはちょっと自然には勝てないということなんで、はい、あ、ちなみにこの物件平屋戸建てになりますので、平屋のお家って結構ね大きいんですよね。大きいことが多いので、使いやすいんじゃないかなと思いますね。でこういう物件に関しても雨どいとか、しっかり直したりとか、屋根もですね、ちょっと見えますかね、屋根も新しく一部直して、しかも全部塗装、全塗装をしてます。まあ、建物は全て全塗装してますので、補修した上で全塗装してますので、安心安全に暮らすことができます。でマリア賃貸の物件はですね、全ての物件がですね安全に安心して暮らしでお暮らしできるような物件になってますので、はい、そこはご安心ください。で外部は、このような形になりますかね。まあ、外部ちょっとねまだね残工事が若干あるんですけども、まあそれはそれでやらなきゃいけないんですけど、まあ外の工事ですね、階段を新しくするところがあるので、はい、それでは失礼いたします。